ちは、スタンピンアップジャパン公認デモンストレーターの上田さとみです。このビデオでご紹介するのはじゃじゃーん、こちらのですね、とってもスッキリなんですけれど、見てください、ここわかります？キラキラキラね、こんな風にちょっと透けてる台で、その後ろがキラキラがついてるというね、デザインはシンプルなんですけれども結構ゴージャスな感じのカード、こちらのね作り方をご紹介したいと思います。ではご覧ください、はい、まず材料なんですけれども、カードベースはバミューダで通常カードの半分のサイズですね。そしてこちらがベーシックブラック、のカードストックですね。で、このカードで何といっても主役はですね、こちらのですね、2017年2月21日から、セラブレーションでゲットしていただける、これ新しいアイテムなんですけれども、グリマーペーパーアソートメントパック、ミントマカロン、ブラッシングブライド、それからバミューダベーがですね、3色の、6インチ ×6 インチの、ペーパースタック、こちらが主役となります。はい、そしてこのグリマーペーパーが主役なんですけれども、これ以外に必要なのが何といってもここの、窓部分を作る、ウィンドウボックス陳列、これはですね、六角形のこういった箱が作れる台なんですけれども、その箱を飾るためのね部品台がいっぱいついてる、これこちらをね使ってこんな風に穴を開けておりますよ。スタンプは、ダッツ・ザ・タグスタンプセットの中のこれを使います。ちょうどですね、幅と細さがねちょうどいい感じだったんですね。なのでこのたくさんスタンプありますけれども、今日はこのハッピーバースだけを使います。ですのでここにも 4U ありますよね。なのでここ4U に変えていただいてもいいし、サンキューもあるのでサンキューね、またはハローリトルベイビー、この色なんかをどんどん変えていくとね、他のねセンチメント使えると思うんですね。そして特にこのミスター&ミセス、これ結婚する方へのねお祝いカードになりますよ。これをですね、そのままここブラックにしてますけれども、全体的にクリーム色とかね白っぽい色、またはピンクなんかを使っていただくと、全く同じデザインでもこのギラギラ感でとっても華やか、そしてミスター&ミセスっていう風に押せば、こちら結婚のお祝いのカードにも早変わりというわけなんですよ。そしてアクセサリーは、ベーカーストワインなんですけれども、こちらバミューダベーベースカードの色に揃えています。でこのキラキラの部分は、メタリック、シェイプ、エナメルシェイプということで、さっきまでこの辺にあったんですけれども、あ、しまっちゃった、しまっちゃってどっか行っちゃったこれですこちらを使ってみたいと思います。はい、では始めましょう。はい、ではですね、こちらの部分をカットしていきますよ。ビッグショットを用意します。私のビッグショットはですね、ベースプレートというかね、このプラットフォームが前のものなので、ややですね圧力が加わりにくいということで、こちらの、プレシジョンカッティング、プレートを一番下に引いてます。まあ、こちらのね細かい台なんかをすっきりカットするときにとっても便利ですね。でこれをですね、大体の位置なんですけれども、まん真ん中ではないんですね。大体、どうですかね、3分の、2、この辺、2程度っていうんですかね、3分の、ま、分けると3分の1程度のところに真ん中、台の真ん中が来るっていう感じでしょうか。この辺りも目分量っていう感じでやってます。そしてお伝えは忘れましたけれども、この幅は3と2分の1インチ、長さは普通のカードと同じ長さとなります。ですのでこれが約 14.85 センチ、またはインチでいくと5と8分の7インチだったと思いますね。ということで長さは通常のこのカードベースと同じ長さっていう形。
こちらの後ろなんですけれども、これがですね、約1インチに、幅にクリーマーペーパーをカットしました。そしてこの幅自体はですね、ここが3と2分の1インチでしたので、貼るときにね、ここからはみ出さないように、3と2分の1よりもちょっと、1ミリ、5ミリぐらいですかね、短いっていう形にあらかじめカットしておいてください。はい、ではですね、こちらの大カットしたパネルの方に、こちらグリッターペーパーをくっつけていきたいと思います。グリッターペーパーはですね、表面がこんな風になってるので、普通の接着剤だとね、スネールなんかだと、これだとですね、全然くっつかないんですよ。なので、トンパマルチも大丈夫なんですが、おすすめとしてはこちらのティア&スティックテープをね、とっても強いのでこちらを使っていただく。ブラッシングブライド、それからミントマカロン、それからね、バミューダベイなので、これバミューダベイベースですけれども、このね、ミントマカロンやブラッシングブライドをね、ベースに同じデザインを作ってみても素敵だと思います。とってもスッキリですが、ゴージャスな感じですよね。Thanks for watching!